下腹が気になる人は今回のバイチクルクランチがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10回でしっかり効くバイシクリクランチ応用編というのを紹介します。下腹をしっかり鍛えることで、内臓が下がって下腹がポッコリ出てる状態とか、食べたり飲んだりした後に出てしまうお腹、そういったのを抑える力があります。ですので、しっかり腹筋がある方がお腹は引っ込みます。今回のメリットとしては、下腹にしっかり効かすことができます。通常のバイシクリクランチより負荷を上げることができます。少ない回数でしっかり効かすことができます。腹筋の回数が増えれば増えるほどですね、筋肉疲労だけ起きて腹筋にはあまり効いていない、そういったデメリットがありますので、しっかり負荷を上げることで少ない回数で効かせます。デメリットとしては、骨盤が前傾していると腹筋に効きにくいです。やり方を説明します。普通下腹を鍛える腹筋なんですけど、レッグレイズが一番代表的ではあります。両足を上げただけです。この際に腰が浮いてしまうとお腹が伸びてしまっているので、腹筋に効かないというデメリットがあります。この際に腰が反れるのを防ぐために、膝を少し曲げれば腰がついて下腹を効かすことができるんですけれども、膝を曲げれば負荷が下がります。そうすると腹筋に効かなくなるので、今回はバイシクルクランチ応用編ということで、通常のバイシクルクランチ、足を自転車漕ぐように動かします。これは膝を曲げて伸ばしてっていう風にしているので、腰を床につけやすいです。ずっと足を伸ばしてると腰が浮いてきたりするんですけど、これは足を曲げたり伸ばしたりするので、比較的ずっと腰をつけておくことができます。ですが、足を曲げたり伸ばしたりするので、曲げた際に負荷が少し軽くなります。ですので、上体を少し起こしておくことによって、ずっと腹筋が縮んだ状態で鍛えられるんですけども、今回はその際に負荷を上げます。どうするかと言いますと、膝をタッチします。ここから曲げる足を押さえます。タッチタッチタッチ、そういう風に腹筋に効かしていきます。もしタッチではお腹が疲れない、そんな方はですね、手でブロックブロックブロック、肘を伸ばしたままで膝をぶつけてくる感じです。そうすることで、手でしっかり膝を押さえることによって腹筋がグッと負荷が加わります。タッチとブロックお好きな方で10回行っていきましょう。で、腹筋というのは、腹筋ある人ほど腹筋が疲れます。というのも、お腹をしっかり収縮させて効かすことによって腹筋が効きますから、できるだけ1回ずつ上手に腹筋をグッグッと効かしてください。今回10回ですので、左右で1回10回いきましょう。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。お疲れ様でした。たったの10回できますよね、それぐらいですね。もし効かないよって方は、もっと回数増やしても OK です。もしくは手でしっかり押さえる、またはゆっくり動く、または1回で呼吸を1回にする、しっかりね、息をしっかり吐く、お腹を引っ込める、そういったことで腹筋にしっかりね、少ない回数で効かすことができます。今回バイシクルクランチの応用編というところだったんですけども、まあ、たったの10回でね、しっかり腹筋下腹に効かすことができます。そしてプランクと違って止まらずに動いてますから、やはり負荷がですね、多少お腹の上部、お腹の下部っていう風に動いてますから、下腹だけ痛かったって感覚はないと思うんですけども、しっかり効かすことができてます。で、骨盤がもし前傾してね、足を伸ばした時に腰が浮いちゃったって方は、しっかり骨盤をね、後傾させる練習をしてください。腰に手を当てて、おへその穴を上向ける感じでお尻を締めます。そうすると、こういう風に骨盤がですね、後傾させることができるので、そういう練習をすると、お腹を締めるスピードがグッ
グッと速くなりますから、しっかり腹筋にね効かすような動きが上手になって、少ない回数で腹筋に効かすことができます。ということで今回は下腹にしっかり効くバイシクルクランチ応用編でした。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとコメントシェアもよろしくお願いいたします。でこれからはですね、一緒にやろうエクササイズも載せようと思ってます。やはり短編だけだったらですね、中級者上級者ってなってくると物足りないと思うんで、これからは3分5分10分そういったエクササイズも一緒に載せていきますんで、一緒に動きたいって方はですね、動画の冒頭のお話いらないよって方は一緒にもう頑張って動いていく動画を見てもらって一緒にやっていきましょう。でこれからも短編または少ない回数で効くエクササイズ、運動に関する動画を載せていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.